香川県立企画公園は、香川県佐抜市町美名にある、香川県立の都市公園である。県立公園指定日は1949年6月1日。企画公園北側入口と鶴ヶ山企画公園は、倒産地域の名称としても知られており、宇佐神社と宮池を中心にして、面積18.98ヘクタールに及ぶ公園である。 公園の西方には鶴が飛ぶ姿に見える鶴ヶ山があり池に浮かぶ亀島が亀に見えることから企画公園と名付けられた。また、公園周辺の丘陵地を含めると面積約33ヘクタールにも及ぶ。敷地には桜並木、花菖蒲園をはじめ300本を超える樹種が確認されたこともある自然林が豊かな亀島などがある。 東山地方切手の桜の名所で、特に亀島川と宇佐神社川を結ぶ低等は幅20メートル、長さ300メートルにわたり、両側に桜約300本植樹されており、大勢の花見客で賑わう収穫部分となっている。とりわけ花の季節には亀島川と長尾総合公園を結ぶ桜橋がライトアップされたり、噴水が稼働する。 香川県道279号三木寒川線沿い250台。公園北側、公園中央、公園南側の駐車場が利用できる。また、長尾総合運動公園駐車場も利用可能である。イベントが行われる際は、公園南西側駐車場が閉鎖されることがある。企画公園の桜と花見をする観光客、中津津の桜並木2014年4月6日。 撮影桜橋より、東北方面に伸びる、遊歩道2014年4月8日現在未完成。企画古墳群は、7世紀頃に作られたと推測される古墳群である。公園内の宇佐神社一帯の宇佐八幡神社古墳群と、宮池の中央にある亀島全体の亀島古墳群の合計50基が残っている。このうち発掘の記録があるものは、 亀島の頂上にあったものだけで、大部分は洞窟されてしまっており、内容が不明である。大釜軍師によれば、明治時代に、亀島の新事情造成の際の発掘で、金管、銀管、土器、刀剣、矢尻、その他が出土したと記載されているが、出土品については現在手がかりがなく、行方不明となっている。古墳の詳しい数。 形式、大きさなどの詳しい調査はまだ行われていない。細川清氏が、室町幕府から失脚すると、これを機に、北朝から南朝へ基準し、阿波に帰った。その後、1362年阿波から佐抜きに来て、高谷城に出陣した。この際、西朝美城に田中因元少将と交往したため、室町幕府二大将軍、足利義明は、 細川頼幸に打たせることとした。細川清氏の遺外は、宝蔵院極楽寺から引導を渡し、葬られた。その後、細川頼幸は、宝蔵院を遺徳に感じ、また、民寺に心を配った。そして1364年3月24日から4月29日という、極めて短時間の間に、 東山六軍の妊婦に命令し、宮池を大改築したとされる。宇佐神社下鎮祭。桜並木を通過する。宇佐神社下鎮祭。雨天祭事のため桜並木は通過せず、本殿までの短い行列となる。公園内の花勝深各種イベント期間中、及び花見シーズンは、公園内の指道が歩行者専用道路になり、 一般車両は進入禁止になることがある。ありがとうございます。